今回の動画は漢字の読みクイズ救急編です。表示される赤い漢字の読みを A、B、C の3つの中から選んでください。問題は全部で20問です。それではクイズスタートです。この漢字、何と読むでしょう？正解はこちら。絵本を読みました。この漢字、何と読むでしょう？正解はこちら。大会は中止です。この漢字、何と読むでしょう？正解はこちら。電池を買った。この漢字、何と読むでしょう？正解はこちら。朝食はパンでした。この漢字、何と読むでしょう？正解はこちら。今回のアニメは面白い。この漢字、何と読むでしょう？正解はこちら。地中に潜る。この漢字、何と読むでしょう？正解はこちら。直線を引く。この漢字、何と読むでしょう？正解はこちら。強引に突き進む。この漢字、何と読むでしょう？正解はこちら。足首を捻挫した。この漢字、何と読むでしょう？正解はこちら。解決を図る。この漢字、何と読むでしょう？正解はこちら。父は画家です。
この漢字、何と読むでしょう？正解はこちら。毎週水曜日は忙しいです。この漢字、何と読むでしょう？正解はこちら。汽車に乗りました。この漢字、何と読むでしょう？正解はこちら。午後の予定はありません。この漢字、何と読むでしょう？正解はこちら。新聞を読む。この漢字、何と読むでしょう？正解はこちら。南西に進む。この漢字、何と読むでしょう？正解はこちら。歩道を歩く。この漢字、何と読むでしょう？正解はこちら。牛肉を食べた。この漢字、何と読むでしょう？正解はこちら。入り口から刺した光線。この漢字、何と読むでしょう？正解はこちら。計画を立てる。今回の動画は以上となります。この動画チャンネルでは間違い探しやクイズをご紹介しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。